おはようございます。下川です。いつもありがとうございます。すいません。このとっちらかった事務所からお送りさせていただきます。今日はですね、5月の29日土曜日午前9時です。はい。でね、大切なお知らせがございますので、ぜひ最後までお聞きください。はい。よろしくお願いします。レムオンライン講座。毎月3300円払って、スマホとかパソコンで見れるオンライン講座があるんですけども、それを来月の6月30日をもちまして終了とさせていただきます。現時点ではもう新規受付も終了しております。はい。でですね、現在そのオンライン講座を受講されている皆様にお願いがあるんですけども、皆様はペイパルにて毎月3300円の受講料をお支払いいただいていると思うんですけども、なるべく早く、できれば今月中に5月31日までにその定期支払いですね、ペイパルの定期支払いのキャンセル手続きをしていただきたいんです。その手続き方法っていうのはこの動画の一番最後に説明しますので、ぜひご覧になってください。で、そこで説明している動画っていうのは、スマホでペイパルのサイトの手続きの手順を説明しています。アプリじゃないですよ。ね、アプリとかになるとまた手順が変わってくるので、必ずその説明動画に沿ってやるのであれば、スマホで、ペイパルと検索してください。そしたらペイパルのページが出てきます。そこでログインして、そこからの手順になりますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、6月1日以降に、お支払いいただいた、ペイパルにてね、3300円お支払いいただいたものは、すべてペイパルにて返金させていただきますので、そこはご安心くださいね。でもなるべく早く解約手続きしてください。定期購読のキャンセル手続きしてくださいね。キャンセル手続きをしたからといって、そのオンライン講座が見れなくなるわけじゃないです。6月30日、オンライン講座が終了するまでちゃんと見れますので、ご安心ください。よろしくお願いします。で、そこでですよ。オンライン講座が終わってしまったら、オンライン講座で視聴できた動画はどうなるかっていう話なんですけども、それは今ご覧になっているこの YouTube チャンネルに投稿していきます。皆さんが見れるようにしていきます。6月1日から少しずつ順次アップロードしていきますので、皆さんが見れるようになりますのでよろしくお願いします。最終6月30日までには、すべてのオンラインテキストですね、オンライン動画を投稿できると思いますのでよろしくお願いいたします。で、それに伴いですね、リアル講座ね、東京、大阪、福岡で私たちが直接指導するリアル講座なんですけども、誰でもいつでも受講できるようになりました。今まではオンライン講座を受講してからリアル講座に受講してくださいねっていう流れがあったんですけども、なくなりました。 YouTube でそれぞれができる範囲で予習して、で、それでどのタイミングでもいいです、受講していただければなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、今日の報告は以上ですね。そしたらこれからペイパルの定期購読のキャンセル方法というのを今から流しますので、それに沿ってね、皆さん、なるべく早く、できれば5月31日までに定期購入のキャンセル手続きをよろしくお願いいたします。これからも YouTube チャンネル、ガチガチ専門チャンネルをよろしくお願いします。